皆さんどうもこんにちは、ゆるこタイガーです。今ミラノに着きました。全然わかんないんですけど、イタリアです。そう、今ねミラノのちょっとよくわからない場所に着いてるんですけど、残念ながらもっとね実家に動画を撮りたかったんですけど、多分声から聞いてると思うんだけど、ちょっと数が引いちゃって、でお父さんもすごい忙しくて、もう結局もう1日だけに実家に帰って、その後もすぐミラノに行って、で明日イベントがありますので、まあ、結局仕事のために来てますでその後はやっと日本に戻りますので、皆さん待っててください。で今回は2つの動画に分けるなんですけど、一つの動画はチャイナタウン、イタリア人はその日本とかアジアが好きな方はよくチャイナタウンに来てます。ここにねジャパンタウン、ロサンゼルスみたい、アメリカみたいにジャパンだけは場所がないので、アジアって言えばもうチャイナタウン、そこにいろんなもうこれでも見るなんですけども、漫画屋さん、コミックス屋さんいっぱいありますので、正直昔に絶対考えられない場所だったんですよね。20年前なかったんですよな。これみたいに見て、全部アニメなんですよ。めっちゃ古い、めっちゃ古い、これめっちゃ古いよ。矢沢愛様、私の好きな漫画からね、こんな感じでね、漫画屋さん、私はよく日本語で漫画も読んでるんですけど、漢字が難しくてもういつも諦めれてるんですよ。絶対ダメ、日本語だんだんで忘れてるなんですけど、忘れてるんだよね。まあそれは当たり前だよ。アメリカにすごい、アメリカに行った時に超英語にうまかったなんですけど、イタリアとか日本に戻ったらもう完全に忘れちゃうから、まあいいや、当たり前やんでマーキーン入ってみましょう。Guarda, non ci guardi. Siete sani? Tanti che andate avanti con questa roba. Quindi sì, ci penso io. A posto. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Oh, kawaii. めっちゃかわいい子パンカーに会いました。超嬉しいやん。炎上がない。大体なんで日本とイタリアの違って、よく女性から泊まれます。イエイ。で今見てる通り、イタリアにもこれ人気ランキングなんですけど、前 YouTube 動画に話したんだけど、みんな見てましたか、見てましたか。おい、いいねとかも押してください。あとチャンネル登録をお願いいたしますでは言ってた通り、ハガレンはね最近も一回人気になってきてるんです。昔もすごい人気だったんですけど、まあちょっと古い作品なのでみんなあんまり知られてないと思ってたんだけど、もう一回これもう一回スタンプされてるんですよね。もう一回プリントされてる。見てる通りめちゃめちゃ綺麗。私はすごい古いやつ買ってたので、もうボロボロになってしまったんです。で私は日本語で全然言えない永遠全然言えない、パイポーツ全然言えない、コスプレしてたのに、もう難しいよこれ日本語。これもすごいイタリアにも大人気です。でその後はまあ正直日本とかあんまり変わらなくて、こちらに BL とかヤボイの文化もすっごい強いです。だから大体イタリア人はすごいイケモコとか言ってもキャーって言われるなんですけど、私は秋葉原によく通ってる人間なので、あんまり私みたいの女性がないです。ユリとか処女街がいいのに美少女もっと出してほしいやな。はい。で、あとはもう一回前も言ってたのは、スパイファミリーはどちらかというと日本、イタリアにも大人気になってます。第一とかじゃなくて第二ぐらいもなってて、でなぜというと、まあ、やっぱり可愛い優しいストーリーみたいで、お幸せ家族はなかなか漫画に映ってないみたいなのですごい人気です。あとはもう一回最近な人気もう一回なってしまうもう一回人気になってるのはソヨイタ、ダダダン。これも結構古い商品なんですけど、見てる通りもう一回プリントがされてて、めちゃめちゃ綺麗ですよ。
まあ大体あの私はねちょっとよくわからないのは、超新しい作品と超古いの作品は一緒になってます。今はその30歳とか12歳とかも関係ずに、新しいなんか漫画文化をどんどんに出すみたい、イタリアにも頑張ってますので、私もそういう新しいジェネレーションになんかいい、サンプルとか非アイドルになれたらいいやなって思います。あと本当に買い物してチャイナタウンに行きましょう。さっき言ってた通り、こちらを見て、すごい古いんじゃないこれ。もう スーパーロボット、マジンガ Z、なんだっけ、マシ改善、あのマツコさんの知らない世界に出た時に紹介してたあの作品の一つ。これはもう完全にお父さんが大好きなあの商品だったなので、それでみんな見てる通り大好きです。イタリア人マジンガ Z、 ガンダムそこまでないかな。あとゴールドレイク、あの人気ですよね。じゃーん、じゃじゃらん、じゃじゃじゃん、じゃらじゃらら。どうとしまったこの平和。懐かしい懐かしい。まあイタリアにも全然違う曲だったんですけど、そうですよね。あとはイタリアにも大人気あのなってる一つの作品、私は CM にさせていただいた、あの一応で古式のアテナです。セイントセイヤです。お父さんもセイントセイヤ大好きだったんですよな。それはもう変わらずにまだ大人気です。やっぱりあのイタリアは星座というの文化が結構ありますので、まあ結構ありますというか、あの A 型は聞かずに何座ですかって、あのよく聞く、私はよく聞く。私はよく聞く。私はカニ座です。一番悪い子です。あともう一つ大人気になった呪術廻戦です。これは日本にも大人気になった商品ですよね。すごい、これカレンダー2023年、わすごい。これ漫画とカレンダーですよね。でこれはちゃんとイタリア語で翻訳してます。すごい、こんなね、こんなものがね、昔があればよかったな。これはねすごくやっぱり国によるんですけど、鬼滅の刃は私のジェネレーションのナルトです。完全にもう新しいナルトってよく呼ばれます。でこれ公式キャラクターブックというのやつなんですけど、これまあいろんなキャラクターを紹介したりとか、まあ、イタリア語で翻訳してるの公式ブックです。すごいですよね。ね、面白い。一気にデビルマンとかガンダムとかゴールドレイク、ドラゴンボール見て、超昔のドラゴンボール、まだちゃんと日本まだ大人気だなと、呪術廻戦、ジェネレーションがない、もう時間がない、なんか世界が、はいもしもし、世界もないです。はい、もう漫画に入ったらもう出たくないの。超昔、超古い、じゃじゃーん、古い、古いなの、お、これも大好きだった、鬼塚先生、鬼塚先生大変態だったな、ちょっとお父さんに思い出す。あんまりいいこと、いい褒め言葉ではないけど、これうわすごい、これ知ってる、あれ日本語で何でしたっけ、コミスキマインジャポネーズ、ゴールデンボーイ、あ変わってないか、ゴールデンボーイ、これはねイタリア人大好きなんですよ。この商品は大好き、お父さん全部持ってたんですよ。もう一回、あんまりいい褒め言葉ではない。私は16歳ぐらいに読んでたかな、こんな感じです。わあ、エッチめっちゃエッチめっちゃ
てクリーミーだ。超懐かしい。でも超新しいやつだな。